いいんですか？うん、頼む。どうだ？頭が痛くて。さっきのことを覚えてるか？いいえ。全然？ええ、また時間が飛んだみたいで。そうか。いい知らせを持ってきた。裁判は中止だ。君は病院へ送られる。治療を受けるんだ。それでおそらくはすぐに出てこられるだろう。そう。あ、夢みたいです。なんてお礼を言ったらいいか。気にすんな、いいよ。初めて会った時、この人に任せれば大丈夫だって思ってました。命の恩人です。じゃあ行くよ。今度はいつ会えるんですか？裁判所次第だな。心配いらないよ。俺に任しとけ。いいな。うん、ありがとう。それじゃあ何かあったら電話しろよ。わかりました。よし。ベイルさん。なんだ？あの、ベナブルさんに伝えてください。すみませんって。首が何ともなければいいけどって。あ、今なんて言った？え？覚えてないはずだぞ。違うのか？どうして首のことを知ってる？いや、大したもんだね、マーティン。黙ってよと思ってたんだ。すげえ喜んでるのに水差しちゃ悪いよね。けど気がついてくれて本当よかった。もうずっと言いたくてたまらなかったよどっちをやればいいか途中で分かんなくなっちゃってさ。アーロンかロイか、ロイかアーロンか。いいこと教えてあげようか。依頼人が弁護士だけに語る秘密ってことでさ、ね、なんだ？どっちが話すかは関係ないの。同じことさ。あの、僕どうしてもリンダを殺さなきゃいけなかったんです。あの女を殺すのには理由がありました。でもラシマンを切り刻んだのは芸術活動ってとこかな凄いよ、お前は凄い。最後にバレちゃったけどな。ん？初めからロイはいなかったのか？マジかよ、そういう結論になるわけ？だとしたらはっきり言ってがっかりだな。いなかったのはアーロンだよ、先生。なんだよ、全部お見通しだと思ってたのに。俺を証言台に立たせた時なんかすげえ冴えてたじゃん。男だろなんか言っちゃって。あんたの動きがはっきり伝わってきたよ。ダンスでもしてるみたいによ。開けてくれ。どうした、すねんなよマーティン。大勝利じゃん、俺たち勝ったんだよ。
俺とあんたは最強のチームだね。あんたがいなきゃ無理だったぜ。アーロンのこと本気で心配してたみたいだから、ちょっとムカついてる気持ちはよくわかるよ。でも愛に痛みはつきものってやつでさ。冗談だよ。あんたを傷つけたんじゃなかったけど。だけどアーロンじゃなかったろ。あんたいつか俺に感謝するよ。あいつのおかげで鍛えられたってな。本当だよ、絶対感謝するって。